BBBC の皆さん、伝統キッズよさこいサークルの皆さん、私流7番隊桜花の皆さん、神髄よさこい連の皆さん、そしてステージ上に来ていただきますのがよさこい連和の皆さんです。もう一度ステージ上集まっていただけますか。はい、そして荒木さん、よろしければお越しください。いや、もう暑かったんですけれども、はい、すっかり日も暮れまして、でも本当にもう汗だくになっていただきながら、心も熱くなって、はいはい、素晴らしいもう時間を持たせていただきましてありがとうございました。こちらこそすごく楽しかったです。ありがとうございます。名残惜しいんですけれども、はい、いよいよ最後の1曲ということで、はい、クライマックスでございます。はい、前半から最初からいてくださっている方にはもうね、分かっていただいているかもしれないんですけれども、総踊りといいまして、本日出演していただきました全チームの皆さんと、そしてお越しいただきましたお客様の皆さん全員で一緒に踊って盛り上がって終わりたいと思っておりますので、それではお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。はい、それでは最後ですね、この御在郷衆の総踊り曲、忍びの舞という踊りを、ここにいている、踊り子の皆さん、そして、今日ここに集まっていただいているお客さんでですね、最後、精一杯心から踊って、このカフカ夢の森の歌詞からですね、世界に元気を飛ばしたいと思います。皆さん一緒に踊ってくれますか。ありがとうございます。 OK。 もう全然この前のステージの方に出ていただいてもいいですし、もうちょっとだけ踊り子、あと何歩かずつ前に出ていただいてもいいですか。後ろのちょっと畑下さんが振りやすいように。はい、ありがとうございます。今日、第1部でもやった、忍びの舞という踊り、まあ、ちょっとね時間の関係で練習は今回できませんが、でもとても簡単な踊りです。皆さんと一緒に踊ってみ、たいと思います。踊るのが恥ずかしい人は手拍子でも掛け声でも足拍子でも何でも構いません。一緒にこの小ざれ合衆を盛り上げてい、きたいと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後、忍びの舞、踊り子の皆さん準備はいいですか。はい、ありがとう。来年はこの10倍ぐらいの踊り子がきっと集まってくれると思います。僕たちもきっとね、また来ると思うので、皆さんもぜひまた来てください。それでは最後、忍びの舞行ってみたいと思います。音楽よろしくお願いします。皆さん手拍子よろしくお願いいたします。横に、上に、横に、なで踊ろう、よいしょ、よいしょ。
な手拍子よろしくお願いいたします。はいはい、よいやつ、さあ右に左に回ります。さあ最後皆さんもう一回旅が始まりますよ。いただきましたよさこいチームの皆さんをもう一度ご紹介させていただきます。 BBBC の皆さん、電動キッズよさこいサークルの皆さん、渡り衆7番隊大岡の皆さん、神髄よさこい連の皆さん、そしてよさこい連和の皆さん、マックスということでございました。皆さん本日は暑い中早い時間からお越しいただきまして本当にありがとうございました。今年で20周年を迎えましたござれ号集なんですけれども、来年はさらに多くのよさこいチームにご参加いただきまして、県内外問わずたくさんの方に愛されるイベントとしてますます発展していきますよう、皆様の応援とご協力何卒よろしくお願いいたします。そして本日司会を務めさせていただきました水口町出身手話シンガーソングライターよこでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様大きく手を振ってありがとうございました。またぜひ来年この場所でお会いしたいと思います。ぜひ皆さんお越しください。もう足元暗くなっておりますので、くれぐれも気をつけてお帰りいただきたいと思います。